どうも、あきです。栄冠クロスやっていきましょう。さあ、ということで今回の動画からこちら、スーパークラスでのガチ育成をやっていきたいと思います。いわゆる5年計画での育成ですね。こちらの方をやっていきましょう。まだ成長版がもちろん 100% になっていなくてですね、ちょっときついかなと思った部分もあるんですけれども、まあなんとか頑張ってみようかなと、はい、いうことでやっていきたいと思います。これが圧倒的に足んないんですよね。はい、まあ、これ 100% になったらね、またさらに強いチームできると思うんですけど、まあひとまずちょっとこの段階でやってみようということでいきましょう。ちなみに、5年計画最初の2年間やっております。まあ5年計画というのは最初の3年間、全部イベキャラピッチャーのみ特待生を入れてあげてですね、そしてその下の学年に関しては野手だけを入れて、まあ、ピッチャーの平均値がね高くなる方が強くなるので、そういったところでですね、はい、このような組み方をするわけなんですけれども、さあどれくらいできるかな。ちょっとこれ一つねまずいのがね、ずっと野手育成やっていて、それが暗黒期になったので、なんかちょっとモチベーション落ちたなと思ったところから、この5年計画スタートしてですね、この2年もなんか勝ったり負けたりみたいな状況で、あんまり今チーム状況が良くないんですよね。それがこう大丈夫なのかっていう不安がありますね。で、この年残念ながら特待生引けませんでしたと。まあ、できれば虹谷のね、幻突マックスを引きたかったんですけれども、まあ、しゃあないね。ということで、PSR ピッチャーのもう3人ですよ、入れるのは。あと、水木と。はい。で、これね、本当のガチでやるならね、7年計画っていうのもあるらしくって、まあ、それはどういうことかっていうと、もうお守りのこととかまで考えて、そのマネージャーこの年にこれ入れてこのお守り持たせてっていうのもあるんですけど、ちょっとそこまでやるのはね正直きつかった。まだでピッチャーをこの年は1人連れてこないといけないんですけど、弱いなぁ。 G15 か。まあでもクールだからまだ和歌山を入れといた方がいいかね。まあ、一応ただ下の方を見て、下の方が合うならっちゅう。伸び街道とか全然合わないもんな。尻上がり、まあ、全然合う人いないですね。まあ、しゃあないね。言いましょう。じゃあ、お、ただ野手31、めちゃくちゃ強いぞ。31、ナイス、クール。得のもいいですね。26、クール。やっぱクールで来てくれるとありがたいっすよ。はい、24、お調子、お調子とクールで固めてるんで、赤とぶもな特になし。22、まあいいでしょう。21、お調子。ちなみにあとは17、ごく普通。一応下の方も確認しておかないといけませんと。まあ、これめっちゃ大切ですからね。あんま強くないな。ノック、ノックいらないんよな。うわ、これあんまり下の方が強くないな。うわ、これ下の方があんま強くないな。いやー、どうかな。まあ、もう、ぐだぐだ言わずね、やっていきましょう。まあ、お試しですよ。正直今回はお試し感がかなり強いということでね、やっていきますよ。脅威の切れ味、精密機械来てるからさすがに、そうですね、ならずに止まる必要はないでしょう。あ、1個やんないといけないこと忘れちまった。うわ、マジミスった。いや、まあミスってはないか。鍛えたい今入ってきた新入生たちをあれしないといけないんだよね。わかりやすいようにこう顔変えたら一番いいんですけどね。まあいいや、名前覚えればいいから。んで、まあ練習試合っていうのもありますし、今入ってきたやつはもう全員出さないといけないんだよな。この試合どうせ負けるでしょ。ちょっと見てみますね。どうせ負ける。もういやー、でもこの辺がな、正直かなりきついんですよね、やるったって。こういうことをやらないといけないんですけど、もちろん
正直かなりきついわな、これやってたら。7750で勝てるわけないじゃんね。もう勝てるチームなしですよ、こんなの。スーパークラスにおいては。でこれで中途半端に赤得とかつくとさらに怖いんだよな、練習試合とかで。いやー、こう まだね、成長場もマックスになってないがゆえに、こうどこいらでこう、なんていうか、こう妥協点を作るかみたいなところはちょっとありますよね。はい、ここ行っとこうか。もうその辺ちょっとあれに向けて置いとこうかな。合同練習。素晴らしい。せやな。まあ回復が一番したいところではあるんだよね。ちょっと体力もやばそうなんやな。でも基本的にこっからもう育てるべきなのはあれになってくるんだよな。今入ってきた1年生たちっていうようなイメージになってくるんですよね。これアンヌも博多も別に今育てるっていう感じではないので、今育てないといけないっていう感じではないという表現ですかね。これもしゃあないから行くべき。あ、で上級生たちに関してはですね、まあここで見れるか、はい、こんな感じでやってますと。まあ一郎さんどの世代入れるか、もしくは入れないか結構悩んだところだったんですけど、試合経験点が低いので、まあただやっぱり自分の手持ちの中では煙突マックスにできているっていうのがあったりですね、何気に外野ものサブポジも聞いてきたりしてですね、まあ、そのあたりです。一つ上の学年に採用しました。まあ、一番は不屈の魂をみんなに配ってほしいですね。はい。マジでうまいこと育成しないとな。このアーサー。変化球この月で上がってくんないかな。マジで綺麗に育成しないといけないんだよな俺。でこの辺は先輩たちがいるうちに、まあ、上がりやすいものは先にポイポイポイと上げておこうかなと思いますね。ただ虹谷来月にしようか。ここはジグザグ打線のために、はい、一つしっかりと両地にもしておきたいですね。あれか、これ総力とか固有ボーナス、総力は特に次の年、あまりを入れるのが確定してるから、まあ、性格変わったらもったいないけど、性格変わらないのであれば、後であげる方が効率いいよな。これもミートで言うと、
次誰か入れるっけ。じゃあ、アマネはミートやん。総力のキャラクターは入れないか、次。せやな、総力のキャラクターいないな。友沢肩でしょ。東条パワーで、もしあと PSR 入れるとしたら誰になるんだ。わかんねえな、もう。いや、もうわかんねえわ。もうあんまり考えすぎてもわけわかんねえわ。もうちょっと一つ練習にというところでね、はい、考えすぎはガンでございます。でもミートは少なくとも上げない方が良さそうだな。総力は多分上げといていいわ。まあ、ここ絶対オール C にしないといけないですからね。今入ってきてる人たちはコンボ的なことを考えたときに、サブポジ云々っていうのも、あ、そうだ、この月ってあれだ、一番考えないといけないのサブポジ云々だ。で、これ見ると1年生外野手が3人もうすでにいて、来年アマネも入ってくるんで、少なくとも外野が1人いるわけですよ。アマネ、東条、友沢だと最高なんですけどね。だからこいつらちょっとサブポジ持ってるから、セカンドは多分誰も行かないから、セカンド、ファーストか。ファーストが1年生いないな。セカンドはいるな。このファーストのやつはもうファーストにしとこうかな。なんかね、すーごい考えないといけないこと多いです。はい、でキャッチはこの世代いる。で1年生が今いないので言うと、サードショートいないわけですよ。サードショート、セカンドいる、ファーストいると。サードショート外野カート、いや、サードショート外野にこのこいつらを持っていかないといけないのか。なるほどね、キッズ。いや、このピッチャーをね、やっぱりあれなんですよ。はい、まあ、こいつ外野ついてるから外野にしよう。この2人をサードショートも守れせるわけですよね。まあ、一応野手能力見てより強い方をショートにしとこうか。それは怒りだわな。これをね、やんないとね、まあ、後々わかりますよ。チーム総合力も結局こうやっといた方が上がるっていうのと、あとはなんだ、そうだ、経験値が入るんだ、スタメンで出た方がね。まあ、すぐに変えたらいいので大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、ガチ育成マジむずいからな。ちょっと特殊惜しくないな。それでも2万7000も入んの。いや、渋いな。もうしゃあない。ナイス、サナちゃんの回復マジでいい。サブポジも取れてないんでどうすることもできないですけど、ちょ、赤徳だけつくのやめて。この辺のほんと合同練習の時の赤徳とか怖い。まあ2自体ね、ついてピンチが下がるか左が下がるかフォアボールがつくかぐらいだと思うけど、え、よく 4-0 になったな。まあ消せるけどね、消せるけど、 OKOK、 練習試合はつかないということにしてくれたらいいんだけどね。
でも本当にこの辺で見るべきなのはマジで育てたい人だけを育てるっていう、以上。こことか別に育てたくないので、5月10日は特に泊まる必要ないか。強化極意今使っちゃうと怖いよな。ここはちょっと購入できないか。伸びの本6000円は高すぎるよ。よしよしよし、悪くない。1と5で絶対行かないといけないんだよな。4、2、うん、1、1になるしな、俺、まあ、そこ行く必要ない。1と5で行かないといけないから、まあ今これ西谷もいるし、ここで1といて、で次5、怒り、西谷込みのめちゃくちゃ美味しい。まあ他も言うて育てたいからじゃないと勝てないですからね。その世代だけ育ててるんでは勝てないですから。ちょっとここも強化極意使っちゃって、ここ行こうか。精密機械はかなり簡単に取れるんで、あんまり意識しなくてもいいんだけど、で脅威の切れ味に関してはやっぱりコンボのこと考えたいんで、水谷ぜひつけたいんだよな。あとやっぱ怒りを4球種にしようか。どうしようか。お前の名前は和歌山ね。オッケー、怒りを4球種、うーん、あのコンボなー、まあ、やっぱできればコンボのことまで考えて動いていきたいんよな。もしあね、これはここ行くか。もう、精密機械秒やん。精密機械秒やん。これまずいぞ。何がまずいか大体こう皆さんに伝わってると思うんですけど、マネージャー踏めねえぞ。ドクター系相変わらずクソどめえな。いやー、せっかくこんなにいいカード持ってるのに、まさかの1号ないとシャッフルになっちゃうよ。どこに行くべきか。まあ言うて回復があるところがいいと思うから、もう真ん中ルートですかね。あ、ナイス。2がいるな。次もダメだこれ。脅威の切れ味だけはうまいこと使いたかったんだけどな。なんかさすがにうまいな。さすがにいこうか。いやー、1年生選ばれなかったピッチャーにしといて、まあ、イチローさんちなみに次エースではある。一応虹谷にできれば投げさせたいけど、脅威の切れ味来てくれましたね。あ、虹谷に来たな。これもう行けるときに行っとくか。うわ、もう極意がないんだ。もうしゃあないな。脅威の切れ味が一番つけたいまであるから、オッケーオッケー。これでもう虹谷はあと1回脅威の切れ味を裏で使えば大丈夫でしょう。1個上の学年に脅威の切れ味を教えてくれる博多アスネを入れてるんで、まだ出てくることでしょう。1年間1回も出てこないなんてことも全然あるので、それが小足だよな。こいつスタミナ、球速、サナちゃんってコントロールだよね多分。ボーナス、さすがに怒り卒業するまでコントロール、その後変化球と球速だけを
上げていきましょうかね。はい、お前もさすがにコントロールやで。よしよしよし、変化めっちゃ綺麗に磨けた。あーでも第二ストレートは3球種だから覚えないでいいか。あと球速だけ上げよう。じゃあそれ変化球綺麗に磨き終わるんじゃないと思ったけど、まあ先上げとくか。もう試合に向けてなるべく能力を高くというようなイメージで、はい。で虹谷はマジでスーパーエース化させる。で2年生のポジションかぶりなんていうのは来年のレギュラーのこと考えるとマジでダメなんだよな。まあでもいいや、これまた今度やろう後で。あーもうわけわかんねえ、もうマジで今頭の中わけわかんねえっす。もう頭狂いそう、普通に意味わかんねえっす。自分頭狂いそうっす、もうごちゃごちゃしてる頭の中がマジで。あれもやんないとダメ、これもやんないとダメみたいな、意味不明っす。多分死にそうっす。やっていきましょう。頭ゴジャルマジで頭ゴジャル丸だ。ショートのバックアップはいて、ファーストのバックアップもいて、そのファーストはセカンドのバックアップに回すべきだな多分。ふぅ、まあ、これは和歌山も育てるべき対象だし行っとこうか。絶対に踏まないといけない。腹痛1年生で使いたいよな。まあシンプルもワンチャンあり。ちょっとこれ1年生の練習効率落ちんじゃねえ。基本的に1年の金徳というのがメインに考えていくシングルになる。これだから1年いないからいかないのよ。7番もいいでしょう。博多アスネも何気に回復あるんよなこいつ。こっちあればいいけどないな。練習試合召喚して1取りに行こう。どうせ負けるから名門に負けよう。3は置いとかないといけない。3と2は置いときたい。となるとここだな。
ジのガチ育成、まあ、どこまでできんのかというか、うん、いやマジで暗黒期でスタートしたのが一つミスったわ。本当に結構きつかったもんな。まあ、何度もこうトライアンドアンドエラーをこう重ねてねやっていきたいと思いますけれども、黒いスカウトあれ変わんないよね。これはもう投手向け一択ですね。 OK、 和歌山ナイスナイス。うわー、黒いスカウトおらんようになるんかい。投手一郎のいいとこ、回復があるところ。ここも回復あるからね。渋いな。これ行きたいけどね、本当は。合宿に向けてのカード調整もやらないといけないな。いや、クソムズマジで。1回戦ないんかい。あ、アンヌもおるやん。これ回復回復やん、目の前の上キャラたち。あ、クソムズすぎる。頭が回らない。難しすぎて、あれもやんないとこれもやんないとっていう考えがもうやばいっす。マジでやばいっす。もう全然考えらんない。逆にあれもやんないとこれもやんないとすぎて。へえ、これも必要だぞ、大変だぞーっていう感じですね、うん、いけんのか。なんかどうしよう、どれくらいのメンバーでここ戦っていこう。とりあえずもうアンヌは100止まんないといけないんで、これもなあ、メンツが微妙ないんよ。1年生が1人もいないんで、だったらだよな。一郎さん入れた意味はもう腹痛を取るためだけみたいなとこあるんでね。単純にあとでも球速のあれかボーナスも大きいので、虹谷とね、水木には球速がねかかるんで、はい、そこはいいですね。さすがにこれじゃ勝てんと。てかこれ別にスタメンで使っといてよかったな、練習試合から。こんなめちゃくちゃのオーダーで勝てるかい。ああ、こいつ右打ちだ。こんなめちゃくちゃのオーダーで勝てるかいっちゅうね。まあこれ、やっぱ1年野手はさすがにやめよう。1年野手を入れるなんてのは無謀すぎるわ、いくらなんでも。
これで1万3000。あ、でも1万3000までいったか。別にイチローさんを無理に育てる必要はないでしょう。こんな感じか。で、速攻メンバーチェンジしていけばいいのか、これで。で、余裕があれば1年生も入れてあげればいいということか。この試合なんかちょっと余裕あるやろ、正直。サードショートのバックアップは欲しいしな。これくらいやってみる。1万3000か。で、これスキップしてたらなんか負けそうな気がしてきたんで、1回の表裏やってあげて、裏の守備でちゃんとメンバーを変えればいいのかな。見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。さあ、投手あふれるバッティングを見せてくれるか。とりあえず初回に5点ぐらい取ってもらって、ホームラン、先制ツーランホームラン。バッターは3年生ダノー、機械のごとき精密さを発揮することができるか。打ったに当たりだ、抜いていった、ダノー、ナイス。で、これ守備やって1回の裏、福島攻撃に入ります。先頭バッターは宮部。お、ふざけたポジションをちゃんと変えてあげる。本当は虹谷も変えるべきな気もするんだけどね。全然点取らないじゃん。初めて地方大会1回戦がコールドにならなかったよ。まあでも虹谷はこれで根性やらなんやら試合解くのついてくれたらいいですけどね。ちなみに福島に来てるのはこれ一番、ここがあれがあれしてたからですね。はい、友沢を呼べそうだったからってやつで。合宿に向けてのカード調整と、次癒しの人とタッグ、これやばい、めちゃくちゃ強いのが来たんで、さすがに1年生をなんとかとかいう暇はもうなくてですね、こうなると。そうなの、これ見たら分かると思うんですけどね、これそうなのよ。こうやってね、1万3800とかあるでしょ、これが落ちちゃうんですよね。これピッチャーを先発野手として使うことによって、先発以外にこのベンチの投手の人数を3人に調整してるわけなんですよ。もうこれでやばいとなると、もう割とどうしようもなくてですね、勝ちゃいいんですけど、もし負けた場合のあれがマジで嫌なんだよな。いや、これはもう負けそうな場合はこうするべきだな、さすがに。やっぱ1年野手を入れる余裕があるから、これくらいはするか、これくらいでいいんじゃないかね。え、
虹谷先発も危ねえかこれ。いやすぐ変えればいいでしょそこは。というね、超ギリギリの戦いが、いやなんかやだな、なんかやだなこれ。右のさあ注目の立ち上がり、トップバッターは井口。これで負けた時が嫌だよね。なんでやって発揮することになるのか。なんで井口お前絶頂なんだ。井口打て、井口打て、ララ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 ラ、井口打て、井口打て、ララ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 ラ。ダブルプレイ、バッターは3年生田上。さあここは精密機械バルのバットコントロールを。すぐ分かんない、やっぱランナーいる時の転がせ弱いね。ちょまさかの初戦。いやーもうマジで、うわー、いやー、くー、どうすればいいんだ私。バッターは3年生田上、最初のバッターボックスはサードライナー。センター返しもやっぱランナー一塁の時弱いんよなって。なんで流し打ちにしたのにゲッツー打つの。ゲッツー、バッターは2年生掛布、持ち前の熱血が力を発揮。これまずいぞ、低めボールが打った。ちょこれまずいぞ、アウト、スリーアウトチェンジ。いや掛布じゃ打てん。試合は終盤7回に入ります。え、これまずいまずい、ちょこんなとこで負けるのやめちくれ本当。打った初球打ち、ダイレクトフェンスに当たった。辰巳ナイスバッティングです。初安打。盗塁をすればいいんじゃないかと思ったんですけど、相手キャッチャー58、こっち66。いやー危ないね、普通にアウトになるからな、これだと。さあ黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか。よし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 、ゴロがダメならホームランを打てばいいじゃないのっていうね。まあ、なんかケーキが何とかなら何とかみたいなことを言うめんどくさい人もいますけどね、世の中には。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。何がないんだ、ケーキを食べればいいんじゃないのとかいう嫌味なやつ。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは利根川先行チーム。ここは何としても利根川、お前カイジやん。抜けた利根川、いいバッター。バッターは2年生みぞろぎ、今日はここまで3打数1安打。さすがに70は投入できるでしょいくらまで。お前嘘つくなよ、もうふざけんな本当。何が70じゃ。打ちました、いい当たり、ボールが掴みました。バッターは3年生志田。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。ホームランで頼むわここ。あー注文通り、レフトを見上げたホームラン、ソロホームラン。バッターはピッチャー木場。なんか木場でもいいのか。そうか、アーサーもいるけど、まあ木場も上級生か。はい、バッターは代打ゆうや。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。高めボール球打った、一塁送球。いやこんな予選でこんなゲームになってたらやばいって。これもう行く先不安しかない。利根川が広角打法にありよった、あのホームランで。こういうことあるから実際ね、予選から操作していった方がいいんですよ。めんどくせえなっていう、これサクサクできるようにっていうね理由で、どうやら今作はねこういう風にスキップっていう機能をつけてくださってるみたいなんですけど、結局試合やった方が絶対強くなるんですよ。流し打ち指示でホームラン打ったら広角、引っ張り指示でホームラン打ったらプル火がつくことがあるんですけどね。まあ指示しなくても勝手に流し打ち系でホームラン打ってたまに、あでもついたことないな今作では、今は考えると。ダメだやっぱり。まあマジでこいつらをベンチ入りさせたいんだがな本当は。もう無理だよな、それで勝てない。まあそれは成長版が 100% になった時のお楽しみということでいいでしょう。クソ暑い、てか最近クソ寒かったマジで。一つ一つ勝利を積み重ね、ようやくたどり着いた準決勝の舞台。寒すぎて死んでた最近。
西谷は別にピッチャー変える必要がないぐらい君らが打ちゃいいんだけどね。井口って盗塁良くなかったっけ。ボール丸か。ワンちゃんいけんか。いけるね。今ふと思い出したんですけど、僕は小学生の時カープロ初めて買ってもらった時の井口の能力エグかったなって思う。おいおい全然打てんなお前ら。これです。あの頃の井口の強さ半端なかったわ。あれでセカンドっていうのがやばいんだ。二遊間井口ととりあえず松井和夫で固めといて、あとキャッチャーを古田か城島使っとけば勝てるっていうのがパワープ昔のパワープロですね。追加点のチャンスを迎えました。固く行こうかな。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。よし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 、こうやって野手がバンバン打ってくれたらね、西谷に最後まで投げれれば根性丸つく可能性があるんで、別に途中で変えても経験点自体は変わんないんですけど、まあ、根性丸ついて少しでも強い西谷になればいいかなと。私目なんかはね思っているわけですよ。さすがに予選は大丈夫そうだな。これで甲子園に行った時にどういう戦い方をするかと、まあ、結局負けちゃったらもう意味ないからね。試合経験点ベンチ外でも多少は入るんで少なくなるけど、試合経験点マジで大切だから。でピッチャーのカードばっかり持って合宿に行ってピッチャーを鍛え上げたい。けんといてくれよマジで。これ二次体早めに交代させた方がいい気がするよね。さすがにちょっと相手結構強かった予選の中でも。初回から変える必要ないべ。2点取られたわ。見て井口頼むぞ井口。打ちましたピッチャーライナー真正面。これでワンアウトランナーはありません。ちょうえ、やばいやばい、ほんとやばい。打ちましたピッチャー返し抜けた田上いい。これもプレイしてピッチャー変えます。高校チームここは踏ん張りどころ。ノーアウトランナー二塁という場面で、まあ、3年生ピッチャーがこんだけベンチに控えているというね、ことでございやすので、木場ちゃんから行こうか。じゃあ調子もいいし、はい、さあ桁違いの投球を披露できるか。え、ちょっと待ってー。ライトバックホーム小杉ナイスバッティングです。普通に抑えらんねんのかこの際でも。何やっちまってるな。まずい、3点差になった。これちょっときついね。きついね、なんか。打ちました。セカンド左横のゴロ、一塁送球、アウト。よし、1点返した。ここ、うわ、基盤に代打もう出してるし。マジ？これバントが内野安打になるパターンを期待したい。打て井口頼むぞ井口。よし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 。井口走れ井口走れ、ララ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 ラ井口走れ。あかんやん。うわーごっつい試合。これもう代打いないんじゃない、もしかして。やっぱりちょ系統を下手やて。コンピューター系統を下手やて。めっちゃふざけてんな。これでワンアウトランナーはありません。系統下手すぎん。何三振かなんか持ってんの、その先からウィーンって光るやつ。長川軽快な守備を
持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。バッターは3年生田上。さあ究極の思考が今解き放たれようとしています。低めボール球、点取ってくれ、マジさよならにしといてくれ、さよならにしといてくれ。よし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 、いやこれちょっと待って、たまたま勝てたようなもんだぞ。ハイノーマルクラスでやってた時のそれとは全く感触が違うんだが、強化ごっこ一緒、内緒すぎん、内緒ですね。さすがに体力回復がきついわな。ということで、無理だよね。これ野手のカードも来ちゃうな、入れ替わるやつがいっぱいあるもんな。せっかくいい感じで投手カード集めたのに、まあでもいいか。これアーサーリリース確定で取れるってことだよね。星の数1個減るから。違うんかい、なんじゃそれ、騙された。これなんか正直立花と虹谷がいるからこっち使っちゃおう。なんかついて、え、ちょっと、何のための合宿だと思ってるんすか。ちょっと、ちょっと何も使えない、何この合宿渋すぎ、わろた。いや今目の前のシャッフルと思われるべきだったが、体力回復に目がくらみすぎた。なんすか今の。球速 C いかないな、余裕でいくと思ったが全然だと。井口打て、井口打て、井口走力上げて盗塁マジでちゃんとできるようにとかいうあれ系でいくか。にイカリルんでいきましょう。重い玉の本は正直アンヌがいるからみんなに配れそうな気がしてるんだが、でも一回もあれも来てないし、まあ、イカリに使っとくか。まだ一回もあれやってないんだよな。これはさすがにうまいんやが、さすがにこっち行くべ。1万3000いくらなんだよこれ。84か、
で野手陣は90ぐらい、80とか90とか。いやーこれ以上は無理だ無理だ、ここまでだな、マジで。できて、これ以上の無茶はちょっと危険だよ。だからもうすでに結構無茶よ。お待たせいたしました。右の、まずは1回の表、トップバッターは井口。84だったらなんとかなんないかな。打ちました。国治掴んだ。いや打てそうにないな。ちょっとちょっとこれどうしよう。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはいよいよ意味わかんなくなってきた。何が正解なんだこれ。おお、ヒットになるんかい。破った。古橋ナイスバッティングです。確実にポイントを積み重ねていくのが正解だろ。じゃあバント。でもこれピッチャー変えるしかない。もうまた2回とかで交代ですわ。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で、バッターは3年生宗枝。先行チーム、ここは外野フライも避けたい場面です。マウンド上は右谷。まあここピンチですからね。木場に頼もうか。さあ特待生の本領が発揮されるか。先行チーム、守備系曲がった。内角へぐるスライダー、空振り三振。バッターは3年生小野田。先行チーム、うわーきつい、きつい、マジできつい。高校チーム先制1対0。バッターは2年生荒方。ここは送りバント、ボールはキャッチャーの前、一塁送球。よしよしよし、もうコンピューターの方がなんか点を決めてくれそうな気がしたんだよ。先行チーム同点のピンチです。ドルッカです。二塁三塁という場面で、バッターは3年生国寿。人並み外れた大村を醸し出しています。ランナー2人を置いて迎えるバッターは浦。打ちました、いい当たり。よし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 、ちょ、際を変えるのがいつも早い。コンピューター系統がマジで下手。俺もコンピューターにやってもらう。あぶね。ということで、おそらくフォロワーさんなので、視聴者の皆さん、いつも対戦ありがとうございます。また負けかけましたわ。強すぎうち、フレンド強すぎうち。どしやどしや。キャッチャーの方はもう100買うでしょ、1年生キャッチャー。ちょ待てよ、怪我しにくさ20万8000円か。結構ありなんだよな正直これ。買っちゃおう。これ正直このタイミングならかなりありなんだよな。虹谷だよもちろん。変化球対抗心つかないと、そこ突き切ると思ったんだけどな。さてまたこれ、いやもうそろそろ虹谷先発がきついよな。虹谷を先発させるからコンピューターの系統がど下手くそになってる説っていうのは結構あるんよね。右の、さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは井口が全然打たんのよ。よしよしよし、ちょお前走れるんか井口。あかんわ、クイック20丸や。まあ、固くいくか。わしの何より固い作戦でいこう。アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。先行。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。打ちました。あとコンピューターに点取ってもらおう。よしよし、2点はないすぎ。虹谷がマジでもうちょっと4回ぐらいまで投げてくれれば、とりあえずだいぶ楽になる。打ちました、破った。勝美一気にホームイン。中継。よしよしよし、いいぞ。バッターは2年生みぞろぎ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました。このライトへ上がった。これで3アウト。よし、
先行チーム追加点のチャンスを迎えました。ここで虹谷君に代打を出しておいて、そしたら虹谷が勝手に変わるから、でここもどうせバントするんで、調子のいい1年生とかでいいわけですよ。ピンチヒッターはちょうどクセモノだったわ。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。初球送ってきました。今3塁投げてもいいけどね、正直スクイズや。よーし、スクイズ決まった。先行チーム1点入りました。4対0。さあ持ち前の闘魂が力を発揮する。ホームラン狙いね、プロヒデ。空振り三振。さあうまいこと継投してよ。お、結構うまかったんじゃない今回の継投。これいいね、後ろに3年生ピッチャーが3人いることによって、まあそいつらもね、こう割と投手ばっかりのイベキャラの中育ってきてるわけだから、ある程度抑えてくれて、でも先発にエースは使ってるから、まあとりあえずエースは育っていくし、はい、なんか何かといいんじゃないという今の。もう心もとねえわ。いやーここまで来るとマジで、これくらいやっていってよかったな、今までも。ねえ。ああ、もうちょっと早くから、これだったら14,400までいくのか。うわあ、いや、マジでもうちょい早くやるべきだったな、これ。もうちょい早く気づくべきだった。意外といける。いや、でも無理か。負けてた可能性あるの、ずっとこれやってたら、甲子園で。この試合はいけそうだけど、めちゃくちゃ弱かったから、相手が。難しいですね、非常に。なんで絶不調なの？なんでこんなずっと試合出てんのに絶不調なの？逆に。三塁線フェアだ。レフトからセカンドへ。井口ツーベースヒット。先行チーム。こいつもこいつも。チャンスを迎えます。ここで送ってきました。これはピッチャー正面に転がる。アウト。ランナー三塁に進みました。これは普通に打てそうな気がするので。コントロールを発揮するか。打ったやつ。オッケー。ボールはライナーで右中間。先行チームまずは1点先制。1対0。どの辺であれしようか。まず守備も変えたいからな。何か打席回ってきた時に代打出すっていうのでも全然いいですしね。低めボール球打ったピッチャー返し。1の先行チーム追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面。打った痛烈な当たり抜けた。田上ナイスバッティングです。これはマジでわしの何より固くスクイズしよう。キャッチャー送球二塁はセーフ。先行チーム大事な場面で盗塁を決めました。ここでスクイズだ。サードスクイズ決まった。先行チーム1点入りました。バッターは3年生勝美。今日はフォアボール。でもこのガチ育成の面白いところ、特にこの1年目がマジできついんで、あのもう本気で栄冠ナインやるんですよね。じゃあなんだ今までは本気じゃなかったのかって言われると、まあそういうことになっちゃうんですけど、もうマジで頭使ってこう何年でも育成しながら勝つぞっていうね。いやこれめちゃくちゃいい練習に思えて、ほらダメなんですよ、育てたいやつらいないから。渋い練習。でこれはさすがにちょっと格上なんで、もうこれはできない今のは。けど1年生野手はベンチにさせといてっていう話か。
だこれ1年生野手をスタメンで使って、いやもうあんまか、いやもう、いやー頭が狂いそうですわ。これ勝てる、これで。しかしちょっともうこの辺から危ないか、さすがに。2年生野手陣入れるか。てか虹谷ももうやべえか。いやここだけはちょっと行くか。まあ、合格ですよ。あとは自分の腕前でなんとかしろっちゅう話ですよ。これで絶不調、絶不調っつうのかな。1、2番がよし、これめっちゃいい。バントスクイズでポイントと点が入る。ピッチャーの左へ転がした、宮里取ってアウト。いきなりスクイズ。でここで虹谷に代打を出すことによって、虹谷を早いタイミングで交代させられると。この調子の良さそうなやつを代打で使って、代打は北村。さあ黄色い線を背中に打ってくれないかね。よっしゃー、ナイス。先行チームさらに1点追加、2対0。最高、こういう感じで進めていけば勝てる気がする。これはまあ志田とかいうやつのもう打撃にかけるしかない。あ、基盤になったらもうどうしようもないでしょう。これ代打、いやでもここで操作しておいたことによって、基盤にまだ基盤をまだ継投させないというね。ちょっとやばい、やばいな。何じゃこいつ、強いのか弱いのかわけわかんねえな。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。会心の当たり、ピッチャー返し。クイック丸だったんで、お、変わったピッチャー。掛布こいつ弱いぞ、打てそうな気がしてきた。掛布、闘志あふれるバッティングを見せてくれるか。流し打ち、もちろん、よし、これはヒットになります。掛布、さあどうするか。こいつこのピッチャー打ち込みやろ、マジで。ノートまで頼むよコンピューター。2点ぐらいは取るよ、せめて。よし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 。とりあえず虹谷だけは全試合スタメンで使えてるから、まあいいや。もうちょっとね、怒りとかもこうスタメンに絡めたいとこだったけど、まあしゃあないよ。そろそろ体力もろもろやばくなりそうだよね。そうだよね。調子も全体的に悪いな。伸びの必勝本書いて。これもいよいよやばいな。ただもう虹谷と一郎でいうとそこまでの差がないから、これでいくか。んでだ、ジグザグになるようにちゃんとしとかないといけないと。マジ井口古橋の調子が悪いんがあかんわこれ。井口お前6番、古橋お前ここ
よし、これでなんとかするぞ。お待たせいたしました。右の。さあ注目の立ち上がり。クイック三角。無類に出たらこっちのも。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。うわ。三振はねえわ。高めの変化球にやられました。高めボール球打った。フェンス直撃。打ったバッター一気に二塁へ向かう。田上ツーベースヒットを放ちました。先行チーム、さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。打った二塁ランナー三塁へ、アウト。先行チーム、まあまあ1点取ったか。よしよしよし、これ確実に1点入るやつだ。点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁。お前封鎖取りました。送りバント失敗。これでバント避けるな、マジで。もうバント職人持ちのイベキャラ早く実装してくれ。バントの金徳ってなかったっけ、パープロに。ないのか。一番実用的だわ、マジで。バントの金徳があったら。可愛いとかいう金徳で出してくれんかな。井口絶不調なんよな、ここで。さあ、持ち前の闘魂が力を発揮するか。キャッチャー二塁送球、セーフ。二塁はセーフ。打った。なんか井口が今大会大ブレーキだな。せっかく天性井口に入ってきて喜んでたのにあんまりだな。ヒットは向こうの方が多いですが。おっしゃ、決勝まで来たやん。結局なんだかんだ言うて、もうそしたらもう何の問題もないわけですよ、正直。来ちゃえば何の問題もございやせんと。どうせ決勝勝てないでしょ。めっちゃ強いの来るでしょ。勝てるかもしんないけど、それよりは経験点を取るべきだなと思うに。うん、もうこれボロ負けしに行きますわ。じゃあはい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 、なんなら お前らもスタメンよろ。一切試合やんない。これでで、もこれでもさ1万4000ぐらいいくんだ。1年生全部入れて、やっぱこれ成長版 100% になったら従来通りできるわ。だったらお待たせいたしました。これをずっと予選からやってたらさらに良くなってるだろうし、十分これ成長版が 100% になればもっと強くなるだろうね。えっ、これさ、なくさへんか。もうもはや誰も嬉しくないで、それ。スケジュール見直し使おうかな。金徳系が来た方がでしょ。そこめちゃくちゃ良くて、こっちか、言うても。で、こっからだな。
もう一つ休息でいいか。イタリはもうこれで、こいつはここ全部 C にしたいんだよな。虹谷ももう一月だけ、怒りはこれでもうちょっと変化覚えさせよう。こいつ絶対4九州にしないといけない、コンボの都合上。コントロールタッキャラなんやらでもう C 行くか。ちなみにアーサー105までしか伸びてないのか。まあいい、もう君の役目は終わったんだよ。ほんで、またちょっと来年のオーダーのことなんかも考えながらですね、こいつをちょっとセカンドのバックアップにしようと思ってた。それぐらいか。やんないといけないことといっても、まあ言ってそんなもん。よし、サナちゃんをね入れる年を結構悩んだんですけどね、難しいとこだったんだろうな。怪物球威が全然上がんない。まあ、これはここでいいか。まあとりあえずということで、まあ、最難関の1年目夏クリアですわ。決勝まで行ったんで、まあ、最後の最後にこの三角だけいらんかったけどね。そうか、あそこまで落とすとあれが出るんか。でも4失点しかしなかったからね、もう運だよな、そんなこと言っても。そんなこと言うたって運やで。これくらいにしとくとフレンドさんに使ってもらいやすいかな。ということで、まあ、次の1年っすわね、これからの。これをマジでどう戦っていくかに全てはかかっているんよな。ピンとこ消えないからな。ならず者行った方がいいでしょ多分。あ、ちなみにね、11154はね普通に強いんで、あのこっからは今よりはかなり楽になりそうな気がしてきた。全然美味しくないね。
イチローさんこうやってねピッチャーで使えるっていうのがいいところでですね、あピッチャーじゃない外野で、うん、でも基本虹谷はやっぱエースにして育てていきます。で、まあ、さっきやってたようにやっぱりこうやってやって、まあ、ピッチャー陣も育てるべきなんですよ絶対。なるとこいつ両打ちにしないとジグザグになんねんだ。あでもこれでピッチャーベンチ3人か、イチローさん外野で出さなくても別に問題ないんだ。まあ、これで去年と一緒かな、結局上級生がこう虹谷をバックアップしてくれるんで、まあ、継投もしやすいですよみたいなね、はい、お話になってくるわけですよね。はい、いやしかし勝てる試合はやっぱりこう1年生をレギュラーで使わないとっていう話か。こんだけか全部で1年生のレギュラーは、あこれオール1年生やん、これでスタメン、そういうことですよ。オール1年生にねスタメンがこうなるわけですね。はい、もうジグザグとか無理や、普通に左が多すぎる、左が多すぎるわ、ちょっとまた考えないと。いやーこういうことですよ。ああこういうことですよ。ああはい、まあこれでこれでまあどうするんだと、まあ、言わんばかりのねオーダーとなりましたね。はい、まあてな感じでですね、こんな感じでさらにガチ育成は続いていきます。まあこうやってピッチャー出すと走力1514までは行くみたいなんで、まあまあまあ戦っていけるでしょうここからは。はい、まあぜひ続きに期待しておいてください。これがさてどこまで伸びるのか最後の年ね。はい、ぜひ皆さんにいいものをお届けできればなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。